こんにちは、こんばんは、おはようございます、ぎこちゃんです。ダーン、はい、海市伝のガチャあったじゃん、フォーステップ。見ちゃいらんないね、手助けするぜ。これ待てずにさ、あの G メタルの方で11年したら出ました。訓練これですね、レベル1のままなんですけどね、出ました。見ちゃいらんないね、手助けするぜ。よし、なかなかいい感じじゃないの。こういう時慌てた方が負けなのよね。めっちゃいいよね。ただこれ何に使うんだ。ガンキャノンで星4いたっけあ、でもガンキャノンの星3の今来てるやつのあれだったら出るのか。それを星5に進化させて使えってことか。なんかなんとも複雑な気分。あ、これね、モビルスーツガシャの出現機体一覧の中のこのガンキャノンでしょ。これが星5まで進化するっていうことなんで、なかなか強いかな。攻撃も1400いくしと思います。多分これに乗っけろって話なんだろうね。じゃあまあいきますかね。これシャーセングルゲルグとかさ、星5行くのかな。あ、行かないよね。何が星5まで行くんだ。あ、行くんだ。これライデン専用強えな。これはあ、行く結構行くやつ多いな。おい、これも、あ、これも行くんだ。あ、そう、なんか星3だからといって絶望するのもちょっとあれなのかもしれないね。ダッダッツダーダンと。なるほど。じゃあね、今回引いていくのはこちらじゃないんですよ。フルアーマーガンダム7号機ってことで、ガンダムって何号機まであるのこれ俺ガンダム試作2号機が一番、最先列が一番好きなんですけど、7号機ってことでめちゃくちゃ強そうだよね。見てみよう、どんなもんか。これか。あー、なんかちょっと見た目は普通だな。あー、ビームライフル。あー、なるほどね。こっちは持ってるね、6号機はね。6号機持ってる。6号機は若干なんかこうジオンの匂いがしていいよね、見た目が。目つき悪いというか。キャラの方ではエイガーとユーグクーロが出る。でね、この戦いに終止符を打つ。エイガーの方が FF10 のどんな状況だって戦術次第だってことを見せてやる。目標を確認した。これより攻撃する。ワッカの声だよ、ワッカの声。俺ワッカ好きだからさ。この戦いに終止符を打つ。はい、ちゅうわけで、じゃあこっから引いていこうか。もう映画はちなみに持ってますんで、優遇空路が出ればラッキー。ただ出現キャラ一覧を見ても、まあいろんなキャラが 出ちゃうよってことなんで、まあ持ってないキャラだったら嬉しいなって思います。一番いらないのはバーニーバーニーは結構出たから、いりません。もうこの優遇空路、これが一番欲しいです。ただ命中力アップもね、部隊長スキルとしても対所属なんで、そんなあれかもしんないけど、まあいいや。じゃあ引いていきます。この戦いに終止符を打つ。いいだろう。オッケー、終止符打って。金2枚欲しい。頼む、2枚、2枚お願い。おお、久しぶりに来た。これは1つ、2つ、3つ、4つ、ロガ夫婦剣、悟空7つ、8つ、次から来るよ。お、お、持ってる。あ、持ってる。なに結構な神引きだと思うんですけどね。まあしょうがないでしょう。じゃあ次はモビルスーツガシャの方に行きたいと思います。こっちでね、当たんないと思うんですよ、正直。簡単にはこっちで当たっちゃったら追っかけるしかなくなっちゃうんだけどね。逆に当たりませんように、他のキャラクター出ますように。出現機体一覧いろいろあるから、ここはあれ当たんのかな。ガンキャノンは、ガンキャノン出て頼む。あ、出る出る出る。このガンキャノンが出るんであれば全然いいです。あと持ってないキャラクターは、ガンダムエクシア持ってなかった。あ、持ってるな。このウィンガンダム持ってない。この持ってない、持ってない。ガンダムエクシアと、あ、持ってるか、それは。そうだね。このゼータガンダム持ってない。まあ、3体ぐらい持ってないキャラクターいるんで、これを引いていきたいと思います。いくぜ、使用する。オッケー。カモン。さっき3枚引いたかんな。金2枚お願い。で、ガンキャノンできれば欲しい。
ガンキャノンも進化させるから頼む。いっ、おっ、これはまた熱いな。ガンキャノン来い。そしてああコアブースターか。3つ、4つ、通るんですよ。5つ、6つ、7つ、あー次からあれだ、フルアーマー来るか。あ、6号機ストライク、あ、あ、あ、にゅ、あ、全然違うじゃん。ちょっと待ってよ、6号機の方出たね。よし、もうこれで追っかける必要が全くなくなってしまった。じゃあちょっとグフカスタムのために引いてみっか。フルアーマーガンダム7号機もそんなに強そうでもないもんな。じゃあグフカスタムをちょっと改めて狙います。行きましょう、レッツゴー。スタッポパン、スタッポパンポー、スタッポパンポパン。ノリスパッカード持ってるから0とかやめてね。せめて1、せめて、おし、グフ1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ、そしてグフ。あ、まあまあまあいいでしょう。はい、まあ、今回はね、あの収穫のないガシャだったけども、まあそれでもね当たってるんでね、うん、わがままは言えねえかなと思いました。ガンダム EG8 というらしいね、これね。はい、お勉強になります。ということで、以上ギコちゃんでした。バイバイ。